いや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 、はい、よいしょ、あ、前になってるんですか、うん、挨拶はこんばんは急にお子さんみたい今夜もよろしくお願いします。お子さんじゃないよ、むんちゃんさんが言ってましたよ。違います、いや、言ってました。それは俺が断固拒否します。パパかも、ただも、お、つながってるだろう、大丈夫か、ここかの領事館さあ週の真ん中水曜日夜8時からは領事こと吉村亮のあれ間違った、どこかの領事館でございます。本日もよろしくお願いいたします。皆様がお住みの地域ではお月様見れたでしょうか、昨日かな、中秋の名月でございました。みんな見れましたかね。沖縄は結構見れましたよ。やっぱ月と共にある番組なので、しっかりチェックはしていきたいと思ってるんですけれども、まあ、そんなことよりもお月様とっても綺麗でとても良かったです。おとといの方が実は沖縄というか僕が住んでいる地域ではとても晴れてて、すっごい綺麗にこの上がってくるところから見れました。めっちゃ良かったです。で、昨日も昨日で最初すごい曇ってて、雲の切れ間からたまに見えるかなぐらいだったんですけど、その後しっかり雲が晴れてくれて、昨日もなんか素敵なやつが見れました。なんかちなみにこの中秋の名月は旧暦の8月15日で、なんか十五夜だからみんな満月って思ってるみたいなんですけど、実は微妙にずれるらしくて、毎回毎回で、今回はこの旧暦の8月15日に十五夜で満月が重なったのが8年ぶりだそうでございます。なんか1日2日いつもずれるみたいでなんですけど、来年以降はまた3年間ぐらいはしっかり満月と十五夜の日が重なってて、それ以降はまたしばらくずっと重ならない日が続くそうです。なのでぜひぜひ来年も皆さん中秋の名月楽しみに見てみてください。さあそんな感じで素敵なオープニングで始まりました、どこかの領事館。本日も素敵なおじさまとトークを繰り広げていきたいと思います。本日もお相手はこの方です。こんばんは。こんばんは、山内です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お月様見ました？ NO 違う話終わりピシャッとじゃあ昨日ね結構遅くまで仕事だった。あ、そうなんですね。そうそうそう、だから全然見れなかった。お疲れ様でございました。帰りも方角が違うのか全然月がなくて、あ、はい、そうですね、遅い時間だと多分てっぺんかもっとあっち側に行っちゃってる感じですね。はいはい、多分月はてっぺんだとあんまりですよね。そうですね、ちっちゃくなっちゃうんですか ね、出てきた時と降りていく時はやっぱ大きく見えるのでですよね。その辺ですね、その方が綺麗ですね。はい、はい、で今日もミキサーは可愛いなっちゃんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。なっちゃんは月見れましたか？はい、昨日家族と見ました。家族とってちゃんとなんかこうね、どうでした？守るものを入れとくんだね。あ、なんかごめんね。あ、大丈夫です。ごめんね。どうぞどうぞ。あ、そう、なんかすごく月の周りがなんかもうふわーって、うんうんうん、なんかなってましたね。はい、ベールかかってるみたいに綺麗でした、雲が晴れてる。いや違います、晴れてないからなんですかね。なんかそうそうそう、あですね、雲でしょ。じゃあふわーってたから、いやいやそうじゃなくて、雲が晴れた後にもうなんかほら、あの傘かぶってるとかなんか言うじゃないですか、はいはいはい、あんな感じのなんか、うん、
ふわっとした。そう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 。じゃあ幻想的だったってこと。うん、とってもいい感じでした。とってもいい感じでした。はい、池江島の港で見たら綺麗だったかもしれないですね。あー、山内さんが好きなやつじゃん。そう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 。あー、めっちゃ綺麗だと思う、ね、東側のね、うん、初日の出じゃなくてお月様じゃなくて、すごいですよこの島陰 の、ね、そうそう島陰があって、その真ん中に来たらもうなんていうの、月ロード、あー、めっちゃいいかも。ムーンなんとかみたいなの、あ、月明かりで、そうそう、ファーってきて、あ、それめっちゃいい。そのまま俺歩いていこうかなと思った。死ぬな疲れてるのかあ、でもいいかも。いいんですよポイント。昔僕も一度ぐらいだけそういうの見たことあって、そのお月様が綺麗に、そうそう、あれタイミングがだから光ってて大事でね、綺麗に海もそんな波が立ってなくて、綺麗にこの月の明かりがファーってなってるのを、そうそうそう、見たことがあります。で島陰があって海だからちょうどこっちにないといけないから、いろんな条件が重ならないと無理なんですよ。あら、素敵素敵だわけよ。宇宙人の話ぐらい食いついてるじゃないですか。いや俺月好きだからなんちゅうコメントじゃんもうびっくりする自分がさあ、リスナーの皆さんからもコメントいっぱい来てます。はい、りょっちに紹介する？ちょっとマウスをね、あ、じゃあ俺が言う MJ さんなっちゃんこんばんは。すいません、こんばんは。月が綺麗ですね、はい、なっちゃんはもっと綺麗だよ。 ありがとうございます MJ さんもなんか飽きてきてるよ。いやいやMJ さんに飽きてきてるよ。ちょ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 、言い方、いろんな言い回ししないとカブーさん来てます。吉村総領事、山内大使、美人秘書なっちゃん、皆さんこんばんは。こんばんは。大変になっている、使っているメールが送れなくなっている。これは参った参った、マイケル・ジャクソン・マイッチング・マチコ先生。よく言ったうちの子供に5歳もマイッチング・マチコ先生わかるんですよ、なんで、なんか YouTuber の変な、うん、面白いなんか画像違う、アニメとかをやる人が替え歌で、はいはい、替え歌の中の歌詞にマイッチングマチコって出てくるんですよ。なんでお前が知ってんのと思って、5歳のくせにあんなエッチなと思いながら、全然違う方です。5歳シーサーさん来ております。吉村総領事、山内さん、なっちゃん、ハイサイグスーヨー、中華のびら、中華のびら、ありがとうございます。はい、もうちょい上行けるかな。はい、うなぎ猫さんこんばんは。名古屋はなんて、今夜も昨夜も今夜も雨で月は見れません。あーそうだったんだ、ちょっと残念。じゃあパパヤさんも見れなかったのかな。パパヤさんこんばんは。わわ、いつもありがとうございます。秋ですね、明日から何だこれ、血ぬずりに行ってきます。最高ですね。カッパさん、お財布フリフリはみんなやったのかな。あ、なんか金運アップかなんかですよ ね。そう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 、ヒープーさんが言ってた。お昼のラジオでヒープーさんが言ってた。そうそうそう、あれやるといいらしいですよねそうなんだ、うん、俺お財布ないからな、どうしよう。ええ、なんすか、リッチマン。違うカードで払う的な、芸能人みたいだ。いや違う、ま、マネークリップとポケットに小銭ジャラジャラ派です。あ、ワイルドスタイル。へワイルドか、わからん。ワイルドスタイルですな。はい、もうな、10年、20年、はい、わからんですけど。はい、そしてですね、パパヤさんが月見の代わりにケンタッキーの月見バーガー食べます。ケンタッキーにもあるの？そう、あるんですよ。今回出てるんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんかそれもいいらしいですよ。なんだったかな、トロトロ月見バーガーみたいな、なんか、ちょっと食べたいな。なんか美味しそうでしたよ。気になりますね。僕マックの月見も3回食べてますから。はい、3個食べてるもん。うちのスタッフの女の子なんか、月見バーガーの季節が来たってめっちゃテンション上がってました。そうそう、やっぱ月見はね、1年待ってましたって言ってから、お前は何を待ってるんだ1年。そうなんですよ。なかなかさんこんばんは。わ、今日のテーマは後で発表します。います。コペンハーゲンさん、お、はじめまして。待ちに待たせた、待たせた、18夜の月、16夜のもう夢もいざ酔いの月、いざ酔いの月、目が本当悪くなってる。カブオさん、月見バーガー最高最高、
去年ぐらいから月見パイというのも出ているし、うん、今年は月見シェイクもあったよ。月見シェイク、おすごい、何もかも卵入れちゃう月見月見で、うん、月見は何かは分からないですけど、シェイクは確かにあった、パイも。でもなんかなんとなく全部美味しそうね。ただちょっと月見パイと月見シェイクはちょっとこうこじつけ感は強いかなって気はしましたね。やっぱ月見バーガーってあの形で月見じゃないですか。そうですね、そうですね、卵があって、うん、じゃあやっぱ乗ってんじゃないですか。どういうこと、卵黄が。やだねシェイクに、シェイクに高タンパク、高タンパクです、僕の好きな。いいですね、はい、という感じで絶対いいと思ってね、来てますね、はい。さあ皆さん、今日も最後までよろしくお願いいたします。はい、さあ吉村亮どこかの亮時間、この番組はあなたのイベントを特別なものに、アブソリュート。今入れる保険あります、有限会社アシスト各社の提供と、本日もたくさんのリスナーさんに支えられて、ここ FM 宜野湾から1時間の生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。さあ電波の方は 79.7MHz、 ネットはツイキャスや YouTube でご視聴いただけます。おい、また、スマホのアプリマイチューナラジオというアプリが電波と同じ音源で音楽も聴けますので、こちらもおすすめです。そう、かっこいい BGM もね、はい、聞けますから。そうそうそう、実はこの番組あれですよ、皆さんツイキャスとか YouTube の方はよく分かってないかもしれないですけど、一応ジングルとかいろいろ流れてますよ。そう、かっこいいんですよ、はい、タイトル、うん、コールとか流れてますよ。そうそうそう、ぜひ聞いてみてください、マイチューナラジオ、はい、そうですね、ネットアプリの場合は FM 宜野湾を検索してお聞きください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、さあここでじゃあ本日のテーマいきましょう。本日のトークテーマはサブスク。さあ皆さん、サブスクやってますか？もう何かしらのサブスク皆さん使われてるかと思います。いろいろなサブスク、両チーム全然わからないので教えていただきたいなと思っております。さあ番組ではコメントやメールも募集しております。コメントの方はあの先ほども読ませていただきましたツイキャスの方に出していただくと、こちらでもすぐ見れますので、よくよろしくお願いいたします。メールの方はメールアドレス 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com でお待ちしております。はい、はい、ぜひぜひサブスク、まあ、テーマ以外でも全然構いません、よろしくお願いいたします。はい、なんすかカーブボーイさんが、吉村さん、ヒーフミーズバーからバグった、爆笑って。え、ヒーフミーズバーもサブスクなの？わかんない。ヒーフミーズバーはサブスクなんですかね。やべ、さっき本人に今日のでもサブスクっすよって話してきたばっかりなのに。ヒーフミーさんがサブスクかもしれないですね、パンとかね。なるほど、ちょっとさっき真剣に考えてましたよ、でもなーっつって。確かにね、ヤンバルに配達毎日来いって言われたら困るなっつって。確かにね。幸せを運ぶピカチュウさん、こんばんは。こんばんは。ピカピカピカチュウ、ピカチュウ、ピカピカピカチュウ、今日も皆さんよろしくお願いいたします。老眼です、老眼でございます。そうそうそう、よろしくお願いします。パパヤさんが BGM 一回も聞いたことない。聞いてほしい、ちょっとちょっと聞いてみてほしい、マジで。結構ねこだわってるんですよ、うん、はい、スリップビートほどではないですけど、いろいろいいですよ。はい。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、さあまずはいつものコーナーからいきましょう。よろしくお願いします。さあ勝手にお店紹介のコーナーです。マイクを切れ。ちょっと遅れました。はい、このコーナーはりょうちんが実際に足を運んで美味しかった、素敵だった、良かったなというお店を皆さんに紹介するコーナーとなっております。はい、さあ本日紹介するお店はカフェ、うん、カフェでございます。本日のお店はロハスガーデンジュジュさんでございます。ジュジュさん、はい、ジュジュさんはですね、住所でいうと中城になるんですけれども、あのですね、ジュジュさんですね。はいはい、はい、歌手のジュジュさんじゃないですかね。どういうこと、どういうこと、歌手のジュジュさんではない、ないですね、うん、はい、どういうこと、ないです。
こちら漢字なんでね、漢字なんで、はい、場所はですね中城村で、このコーナーでも紹介しましたプチスイートさんとかタンタン亭さん、はい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 、あのあたりなんですけれども、あのあたりで通じるかな、あのあたりタンタン亭からまたちょっと遠いけどプチスイートから、近い近い、そのしかも間にあるんですよ、タンタン亭とプチスイートの間にあるんですけど、どっちから行ったらいいかな、だから北中高速から行くと北中インターで降りて、うん、まっすぐ左折南下していただいて、うん、でプチスイートさんを過ぎて、はい、ちょっと行くと左手に看板が出てきます。でそこを曲がって入っていった突き当たりにお店があるんですけども、なんか俺このじいさん見たことあるんだよな、なんかね看板もちょっと目立たない感じで、うん、普通の木の看板が出てるんですよ道沿いにね、はいはいはい、でそこからこう細い路地に入っていくと、この何ていうんですかね、崖っぷちにすごい景色が綺麗な崖っぷちにそのお店があって、はいはいはい、え2階？いや1階です。駐車場下？あそこじゃないです。あ違うか、そこはちょっと違うやつですね。おしゃれなとこよね、そこは夜バーとかもしてる、そうそこはまた別、あもうちょっと 3A よりもうちょっとこっち側のやつ、そうあっちも良かったんですよね、はいはいはい、あそこもいいですね、今度やりましょう、うん、そうそう、でジュジュさんはそういう、はい、そう立地がとても良くて、この沖縄の南部中城、西原、与那原の方がもうすごい一望できる場所もあるんですよ。で、お店の外にはちょっとしたこの芝生のお庭があって、うん、でテラス席もいくつかあります、うん、でお店自体はその、崖っぷちと言いましたけれども、すごい見晴らしのいいところに立ってて、もう全面ガラス張りなんですよ、この景色が見える側が。でそっち側の席がまたカウンターになってて、全部あいいっすね、カウンター席で外を見て食事ができるような形になってます、ね、いいね、テーブル席もいくつかあってですね、うん、っていうお店なんですけれども、こちらこの景色がめっちゃいいのももちろんなんですけど、うんうん、まあ、基本的にランチをいただくようなお店でして、はい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 、夜とかまでは空いてないんですけど、こちらがこのなんていうんですかね、健康志向なんですかね、ロハスって言ってるので、うん、はい、この県産野菜とか自家農園で作ったお野菜とかをいっぱい使った、うん、はいはい、なんかとてもヘルシーなお料理が出てくるところでございます。なのでそのメニュー自体はそんな多くないんですよ、うんうん、ランチメニュー今日は3種類で、はい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 、そんな感じのお店なんですけれども、はい、そのランチメニューが季節の例えばですよ、うん、ある日のランチメニューが季節のパスタか、うん、ロハスカレーか、うん、玄米式御膳みたいなやつがあるんですね。でパスタはもちろんそのいつもの季節のパスタなので、そのタイミングタイミングで、はいはい、なんていうんですか、このキノコを使ったやつであるとか、お魚を使ったやつであるとか、はいはい、ミートを使ったやつであるとか、いろいろ出てくるんですけど、でまたロハスカレーっていうのがまた美味しくて、うんうん、カレーの方はなんていうんですかね、煮込んだというかすりおろした感じのこのカレー、この中に具材がもう全部溶けてるみたいなカレーなんですけど、それとは別にこのカフェのおしゃれなお皿にご飯が乗って、そのご飯の上に素揚げしたいろんな野菜が置かれてるんですよ。なんかパプリカとかインゲンとかピーマンとか、そういった色とりどりのお野菜がファーって並べて、そこの上に自分でカレーをかけてご飯と一緒にいただく。あでご飯もなんかこの雑穀米みたいな、はい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 、ありますね、ありますね、はいはいはい、でまたこれとは別にスープとなんかおひたしとお漬物とみたいな小鉢でついてくる感じのごめんねなっちゃう、はい、お店になっております。いいですね。でまたこの玄米式御膳みたいなやつも、はい、チキンの塩麹焼きみたいなのがメインでありまして、はいはい、その周りにまた小鉢で先ほど言ったような玄米ご飯だったりとか、うん、お味噌汁だったりお吸い物だったり、そういうのがこのその時その時でまた違うメニューのやつがいろいろ小鉢で並んでて、それを午前としていただけるみたいな感じですね、はい、なのでまあ女性の方特に人気がある感じあでしょうね、うん、で、うん、あとはまあ年配の方、おじさんおじいちゃんおばあちゃんじゃないですけど、年配の方がこのマダムたちが昼からいっぱい集まってご飯食べてるような、お会いして、はい、そんな感じのお店でございます。で、ランチメニューにはみんなデザートとフリードリンクがついてますので、デザートも、ケーキだったりおぜんざいだったりプリンだったりガトーショコラだったり島豆腐のジェラートだったり、なんかその時その時でいろいろ選べる感じになってます。ああいいですね。でまたこのフリードリンクの方もなんかいろんなティーとかがあって、うん、はいはい、なんかザクロあクローズドリンクみたいなとか、レモングラスのティーとか、
そういった T 関係の、まあ、これもまた自然な感じの、うん、なんか体に優しそうなやつがいろいろ、でもこれもフリードリンクなら飲み放題なので、はい、まあ、自分でその時その時でいろいろこれ飲んでみてあれ飲んでみてっていう楽しみもできる感じですね。いいですね、はい、この前ですね、T つながりでちょっとお話をさせていただければと思うんですけど、この前ほうじ茶 T っていうのを、はいはい、スタバで飲みまして、あ、スタバで、めっちゃうまかった。すっきりとした甘さ。以上です。ほうじ茶ティーってなんかお茶2回ってるよね。ほうじ茶ほうじ茶茶みたいな。ほうじ茶じゃないかもよ。えでもスタバでコーヒーじゃなくてティーで、うん、そう美味しいのがあったんだ。すっきりして美味しかったです。もういいかもいいかもですね。このジュジュさんに伝えておきたいですね。どういうことですか。どういうことですか。でまたこのお店はですね、まあ、全面禁煙はもちろんなんですけど、バリアフリーで車椅子の方も入れますし、あらでテラス席ならペット同伴可能。素敵ね。いろいろな人に優しい、はい、いろんな人に優しい。芝生の庭があるんだもんね。そうですそうです、芝生の庭があって、ドッグランもできるんですかね。ドッグランはどうかちょっとわからないです。でもペット同伴可能なので、まあ、一緒にお散歩するぐらいは全然いいです。で小さな花壇があって、はいはい、蝶々が飛んできたりとか、そんな感じの本当に素敵なゆったりとした時間が流れてる感じ。小鳥とかも来ます。小鳥も来るかな。でもそんな木とかないかなっていう感じのお店でございます。はい、ロハスガーデンジュジュさんですね。住所は中城村奥間、510-2、電話番号の方が 098-895-7300、うん、098-895-7300 番、うん、営業時間の方が午前11時30分から、夕方の4時30分くらいまでの営業時間となっております。で定休日が火曜日ですね、うん、なので土日も空いてます。で駐車場も12台ぐらい止められる広い駐車場ありますので、ぜひぜひお車で、っていうかお車で行かんと探しきれんところにあると思うので、はい、ぜひぜひ行ってみてほしいと思います。で平日でも結構人いらっしゃるお店なので、もし行きたいなと思ったら、あの予約おすすめです。あ、はい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 、あのランチタイムにやっぱりいっぱいになるお店なので、うん、まあ、ランチタイムしかやってないしっていう、ね、ところなので、ぜひぜひご予約して行ってみてください。さあ本日紹介したお店は、とっても素敵なお庭と景色が楽しめる、健康的なお料理が楽しめるカフェ、ロハスガーデンジュジュさんでございました。はいよ。シーサーさんに何か褒めていただいて、なんて褒めていただいた。あ、はい、いろんなところで褒めてもらってて、MJ さんライバル現れてますよ。これどうする。ちょっとあの日の明日 MJ とかも来てください。あー、シーサーさん会ったことないんだよね。 MJ さんがさよく来るんだけど、MJ さんと俺は同盟結んでるんだよ今。同盟、何の同盟ですか。MJ さん今実は50いくつなんですよ。はいはいはい、全然見えないんだけど、若々しいんだけど、うん、はい、それであの彼女がいなくて、はい、ちょっとかわいそうなんですよ。それは山下も一緒ですね。だから同盟かわいそうって言うなんじゃちゃっただ俺よりもほらちょっと年上やな。先がほらちょっとだけ10個ぐらい上だからね。そうそう早く幸せになってもらわないとちょっとかわいそうだなまあ CM 中ですよかわいそうな言うらし聞いてる。違うそう、しかも MJ さんさ好みがもうめっちゃ狭いから幸せだし。うまい。違うごめんなさい、コメント見てなかった、いっぱい来てるありがとうございます。
はい、どこからなんでなんで話し始めないんですか。違う、なんか曲のタイミングを見たんですよ。あ、はいはいはい、やっぱり今日はダメみたいです。そうだね、お腹空いてるからしょうがない。はい、本日のトークテーマはサブスクでお送りしてまいります。サブスク、あんまりやってなかったんですけど今まで、はいはいはい、プライムビデオぐらいです。プライム会員になると、アマゾンのなんか物が早く届くとか、送料が無料になるとか、でプライムビデオが見れるとか、アマゾンミュージックが聴ける。あ、はいはい、あれ聴けるんだ。聴けるです。が月々500円で安って言って、友達に教えてもらって入って、でもお買い物とかもちろんビデオもそれなりになんですけど、なんかミュージック的にはなんか聴けないのも結構あったりとかして、はい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 、でビデオもミュージックもさらにプラスアルファのランクがあるんですよ。もうちょっとお金を払ったらもっと見れますよみたいな。だから、うん、難しいと思ってて、マジ俺ビデオもうちょい見たいな。でそれで、あ、山内さんが勧めてくれた、だいぶ前に勧めてくれたウォーキングデッドも第1シーズンの一応途中ぐらいまで見てたんですけど、一回全部見てからちゃんと喋ろうと思ったのに、今全然見れなくなると思ってるから、あのね、バラしました。あのね、第2か第3ぐらいからもうめちゃめちゃ面白くなるから。じゃあまだまだ序盤なんですね。序盤もう全然まだまだですよ。オッケーです。俺あれもう二度と見たくないな、でも。そう、そんな感じで、この間、大変なんだよ。FM 技能のスタッフさんに、この、Apple Music を教えていただいて。はいはいはい。で、この音楽聴くアプリにちょっと困ってたというか、はいはい、なんか前に使ってたのが使えなくなって、それからも結構な間そういうのがなかったので、でいいですよって、こういうのがあってって教えてもらって、でその後一応周りにも聞いたら結構良さげだったので入ってみました。したらなんかすごいよ、 Apple Music いっぱい聴けるし、はい、FM 機能も使ってるっていうから。知ってますね、はい、それは知ってるだろうよ。でもそれもあって入ったので、やっぱりM技能案が使ってるってことは事前にね、この曲あるかなも確認できるし、確かに、大事ということで、マキシマムなかったもんね。そうそうなんですよ、チャゲアスもなかったんですよ。チャゲアス早く出てほしい。今めっちゃいいのに言ったのに、ないのばっかり言ったらダメです。いやでも出てほしい。邦楽がねちょっと弱いので、ロックとか聞く分にはいいんですけど、昔の邦楽聞きたいなと思ったらやっぱ難しいんですかね。そうね、はい。さあ、なかなかさんが来てます。ビーズがサブスク解禁しましたね。でもアマゾンミュージックは除外されてるから、アマゾンのアレクサにビーズをリクエストすると関連したものを再生しますって、ジブリの曲がかかったりします。どこが関連しとんねん、すげえ。そんなことがある。そっか、アマゾンミュージックだったらアレクサでできるんだ。そうそうそう、スマートスピーカーですよ。家にこうスピーカーを置いてて、喋ったら今日の天気何っつったら、はいはいはい、ひなちゃん晴れですとか言ってくれる。そう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 、あれでも結構すごいらしいですよ。この家の家電とかも、はい、それ専用の機械とかアプリとかがあって、それをつなぐと、アレクサクーラーつけて、何度でっつったらつけてくれたり、アレクサ電気つけてって言ったら電気つけたりとか、テレビつけてとかも一応関連してるやつつないだらですよ。すごいね。どれぐらいまでできますかね。どうなんですかね。アイロン当ててとか無理だろう。アレクサはそこにいない。洗濯干して。いない、いない、いない、無理。もしかしたらあるじゃないですか、このお掃除ロボットとかと連携して、はい、そうよ、お掃除してって言ったら、あ、今させますみたいなのが、あるかもよ、ね、それぐらいはなんかできそうじゃない。電子レンジチンしてとか、何も入ってないのにね。そうだね、だったら自分でピッピッってやるよな。そう、サブスクです、サブスク。メールも来てます。あ、本当ですか、うん、じゃあぜひぜひメールの方もお願いします。メールはなっちゃん担当。はい、なっちゃん、りょうさん、山内局長、こんばんは。わ、まこりんです。まこりんさん、まこりんの優先順位はなっちゃんが先ってことがよくわかりましたね。だからね、俺が一番低い。好感度が上がってます。では、お月様のホットケーキ食べました。リチャードがホームランを打ったサブスク、新しいラスクと来てます。今日も絶好調に酔っ払ってますね。だからよ、なんか着地点を見よう。三分的っていうんですか、分散的。三分ですね、三分的。日本の素晴らしい文学の文化でございます、はい、三分ですね。いいと思います。お月様のホットケーキってなんだろうね。リチャードって誰だろうね。あの同級生です、私。リチャード、はい、お気象の。
は本当です本当ですどういうこと、はい、プロにいるの、はい、ソフトバンクに行きました。リチャード、はい、ええー、砂川リチャード。